こんにちは、アニマルタイガです。今回はですね、皆様お待たせしました。動画投稿をね、ちょっとの間休んでおり申し訳ございませんでした。今回の動画ではその休んでた理由と、これから頑張っていきますということでね、動画を、回しております。最初にじゃあ時系列的になぜこう動画投稿を休むことになったのかっていうのをね、話していこうかなと思います。まずは動画を、投稿をお休み始めたのが金曜日でしたかね。金曜日で、今撮っているのが撮影しているのが、水曜日になるんですけど、ちょっとね動画投稿を休む前にいろいろあって、で、まあ、動画投稿を休んでる間にもちょっとねあって、まあタイトルかサムネか、サムネ見たらわかると思うんですけど、一個一個ね説明していくと、天くんの、病院に行きました、健康診断行きましたってのと、次に天くんの健康診断の結果がまあそんなによろしくなかったっていうのをちょっとまあ後で話していこうかなと思って、で次に、僕のお兄ちゃんですね、何回か動画でも出したことあるんで、まあ知っている方も、あ、顔は出してないですけどね、あのお兄ちゃんがいるっていうのをねこう動画で出して、まあお兄ちゃんはねいろいろペット飼ってる、いろんな、ね、生き物飼ってて、それも紹介する動画をね出してたと思うんですけど、お兄ちゃんの家が全焼、全て焼けてしまったっていう、ことで、順を追ってねちょっと話していこうかなと思う。ちょっと話す内容まとまってない感じなんですけど、まずね、天くんの病院、健康診断ね行きました、最近行って、でちょっとね病院の方でも撮影させてもらって、その許可をね特別にこうもらって撮影させてもらって、動画も、作ってはあるんです。その天くんが病院に行った時の動画は作って、あるんですけど、ちょっとね病院の方にそれをこう見せていて、でそれがまあちょっとね確認等がまだちょっと遅れてるんで動画公開できてないんですけど、天くんの病院に行った時の動画ね、ちょっと、またまあ、確認取れ次第あげたいと思うんですけど、そこはねちょっと、遅れてしまってるんですけど、病院に行ってまあ、結果どうこうはちょっとその動画でね、いろいろ話しているので、そっちを見ていただきたいんですけど、まああまりよろしくはなかったっていうのだけはちょっと、今は話せる段階ではそんな感じかなっていう感じで、でまあそのことがあって僕的にもやっぱり天くんっていうのはずっと長い付き合いで、これまでね暮らしてきて、ちょっとよろしくない結果でメンタル的に、ちょっと来てしまって、あんまり他人にはこう見せてはなかったんですけど、ちょっと個人的にはねやっぱり、ちょっとね、来るものがあって、それで、その間、まあ、病院に行ってから、その結果聞いてもちょっとの間はねこう動画投稿してたんですよ。してたけどちょっとこう毎日投稿しててちょっとこの心境じゃこう動画撮ってても、いい動画はできないなと思ってちょっと一回休もうと思って、でも最初休む予定だったのはもう2日3日休んで、ちょっとリフレッシュしたら、またね再開しようと思ってたんですけど、その、2日目3日目ぐらいかな、休んでて2日目3日目ぐらい、よし明日からやろうと思った時にちょっと連絡が入って、兄のね、お宅が全部燃えちゃったよっていうことで、まあこの報告はねちょっと
するかしないかっていうのは、賛否あるのかなとは思うんですけど、僕的にはあの兄の家が燃えたイコール、バシリスクのメスの子たち2匹もね、あの亡くなってしまったので、まあちゃんと報告そこはねしとかないとと思って、うん、まあ原因はそれなんですけどね。あの兄の、飼っていたペットは、全て燃えてしまって、バシリスクの亡骸すらね、うん、分からないような状態だったっていう、まあ本当に全然詳細は僕も聞いてなくて、うん、つい先日のことなので、その兄のお宅が燃えて、墓元は、うん、自分の自宅だったみたいで、まあ兄は、ちょっと、仕事に行ってた関係でその時はいなかったので、全然兄自身は大丈夫なんですけど、でまあ結構燃えたみたいで、レッドテグーっていう大きいねオオトカゲを兄は飼ってたんですけど、その子だけまあ姿はわかるかなぐらいだったそうなんですけど、他の、うん、昆虫とか、他にか青ジタトカゲとかバシリスクとかはもう姿もわからないような状態だそうです。ちょっとね、つい先日の話なもんで、僕もあんまり整理ついてないですし、兄自身も今どういう心境でいるのか直接話したわけではないので、わからないんですけど、まあそういうことがあって、ちょっと復帰しようと思った矢先にね、そういうことがあって、まあ大きくなったら戻ってくるはずだったバシリスク2匹、ソラちゃん、ウミちゃんはもう、二度と戻ってくることはなくなりました。まあ一番ね良かった、まあ不幸中の幸い兄ちゃんが、生きてたっていうのはまあ一番良かったのかなって、その中でもねまあ良かったのかなとは思いますね。本当に、生きてさえれば何度でもね、今まで飼ってたペットたちはもう戻ってこないですけど、新たにどういう心境か分かんないですけどね、再出発していってほしいなっていうことですかね、僕から言えるのは。いやもう自分のことのように考えたら、本当にもしねこの、今天空の部屋にいますけど、ここが燃えて、全部の子たちが死んじゃったよってなったら、ちょっと僕じゃなかなか受け入れがたいなとは思いますけど、まあそういうこともあって、ちょっとね動画の方はお休みしていた形になります。まあ今回の動画を切りにね、また、明日からは、心変わって、まあ楽しくねやっていこうかなと思いますので、またよろしくお願いします。報告までにね、動画を回しております。天君も、結果として、まあ、健康診断の結果よろしくなかったんですけど、今現在はちゃんと生きてはいます。そこは安心してください。はい、ちょっとね、まあ、健康上にはちょっとあったのかなっていう感じですけど、まあ、今現在はちゃんとね、いますので、今もねちょっとベランダで肉よくしてるので、動画の最後にでもちょっと撮ろうかなと思いますけど、まあねちょっといろんなことがこうごたごたとあって、お休みもらいましたけどね、YouTuber ってのはなんかね、人のこう生き方をもうそのまま映していくものなんだなっていうのをね、なんか感じましたね。
どんなことがあってもこうね、まあこう顔出してるっていうのもあるんですけどね、顔出してるんでね、何かあったらこう報告して、だったり、その人がどうやって、生きていくのかだったりね、その人の成長だったりとか、これからも、まあ、そんな面もね、見せていければなと思います。僕も今現在ちょっと YouTube 上でこう公言してるこう目標とかって全然言ってなかったと思うんですけど、ちょっとね、まあ目標とかもしっかり決めて、なんかそこに突き進む、そこに向かってこう走り出す、なんていう姿もね、見せていければ、まあまあそういったのをね見せていければいいかなと思って、今後ねちょっと目標をもう明確に決めて皆さんに発表して、僕はこれを目指してるんです、ここを目指してるんですっていうのをねこう明確に決めて、突き進んでいくところをね見せていければなと思います。今回はちょっとね暗い話になってしまったんですけど、また新たにいろいろとやっていきたいなと思いますので、皆様これからもよろしくお願いします。まあ兄のことはね本当に、どういう状況か、今現在は会社の方で寝泊まりしてっていうのは聞いてますけどね、ちょっとわからないところが多いので、まあ報告までにね、撮ってますけど、また随時いろんな話ができればなと思います。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。明日からまた新たにやっていきたいと思いますので、ぜひまた楽しみに見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。それじゃあ最後に天くんをね撮りたいと思います。天くんはですね、ベランダで日光浴をしてますからね。ぴょん吉からのこれも写しときますか。あ、天くんです。あの子の名前もねそろそろほぼほぼ決めたので、発表はまたしたいと思います。じゃあ天くんはちょっと今日が出てないですけどね、あちらで日光浴されてました。今ねちょっと日は落ちちゃいました。落ちてはないか、隠れちゃいました。はい、最後に目をつけてくれました。まあ病院の方の動画はまた確認終わり次第出しますので、ぜひそちらで天くんのね今の状況を、見ていただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。